もうすぐ社会人になるあなたへ、新生活に向けて今どんな気持ちですか？期待、不安、緊張？社会人たるもの、不調の時でも我慢しないとって思ってたりするのかな。でもね、あなたが辛いと感じたら我慢する以外の選択肢を見つけてほしいなと思っています。例えば今は不調の時は相談してほしいという先輩がたくさんいるみたいですよ。悩んだら一度周りを見渡してみてください。あなたは一人じゃない。ワンモアチョイスプロジェクト。おはようございます。お願いします。よろしくお願いします。お願いします。本番。よーい、はい。あなたは一人じゃない。私も頑張ります。パト。悩んだら一度周りを見落としてみてください。あなたは一人じゃない。私も頑張ります。私全然バンジーこの高さいけるな。あなたが辛いと感じたら我慢する以外の選択肢を見つけてほしいなと思っています。皆さんこんにちは、井桁ひろえです。今年もつむらのワンモアチョイスプロジェクトのムービーに出演しています。そうですね、今回のムービーは私が新社会人の方にこうエールを手紙で届けるという内容だったんですけども、私はずっとこう自分はまだまだ新人だと思ってこのお仕事をしていたので、もうその新社会人にエールを送る側なんだっていうのはちょっと
その自分の変化っていうのも感じましたし、あ、もうちょっとこう先輩としてというかちゃんと頑張らなきゃっていう気が引き締まるあの一面もありましたね。あとはあのなんといっても、もう景色が本当に良くて、あの天気に恵まれた撮影だったので、そこの景色も一緒にあの清々しい映像になってると思うので、そこを楽しんでいただけたらなと思います。子供の時以来の紙飛行機で、なかなかちょっと風でうまく飛ばすのがあの難しかったんですけど、ちょっと楽しかったです。なかなかこう屋上から紙飛行機を飛ばすという経験はなかったので、はい、そこは楽しみながら撮影できました。体の面で言うと、あのちょっと疲れたなっていう時は、結構食べるのが好きなのであったかいご飯をいっぱい食べて、あのぬくぬくにして寝ます。そしたら結構あの寝てる間に汗かいてすっきりして、起きた時には結構回復してることが多いので、あのそうですね、体の面ではそういうケアを意識しているのと、メンタル面ではあの結構人に相談したりとか、仲いい友人に話を聞いてもらったりすると、自分の考え方が頭の中でぐちゃぐちゃになっていたものが結構すっきりされることが多いので、あの言葉に出して話すようにしています。それで少しでも隠れ我慢が減らせるようにしています。ニンニクをいっぱい入れたラーメンですね。それだとあのスープで体も温まりますし、なんかニンニクでこうニンニクも体温上げてくれるし、なんかやってやったぜというか、なんか食べたぜっていう満足感もあるので、はい、ニンニク入りラーメンです。番組で共演させていただいた大沢あかねさんにすごく相談させてもらっていて、あのお酒も交えながらお話ししてると、ついいろんな自分の悩みだったりいろんなことを話しちゃうんですけど、全部こう広い心で受け止めてくださって、ちょっと元気ないなって時にはなんか大丈夫って、今日元気なかったけどどうしたっていう風にも声かけてくださるので、はい、すごく助けてもらってます。いやー、新人、まあ、今でも結構やっぱり一人反省会をすることは多くて、あのバラエティだったら、あの時やああいう返しをしとけばよかったとか、今でも失敗しますし、終わった後にはぁって帰り一人で落ち込んで、やっちゃったってよくなりますなので仕事を始めた頃も今もあんまり変わらないかもしれないですね。結構その時は毎回落ち込んで、うわやっちゃったって思うんですけど、意外と今まで覚えてるほどの引きずってないのかもしれない、あと寝たら忘れちゃってるのかもしれないですね。だから今ま未だに覚えてる失敗っていうのはそんなにないですけど、その失敗というか、あのデビューの時のコンテストがあるんですけど、あの皆さん本当モデルさんめっちゃ素敵な方ばっかりが出場されてて、私はその時テニス部で一人真っ黒でそのコンテストに出場しちゃって、あのもうちょっと意識を上げてというか、ちゃんとそこの対策をしとけばよかったなって今になって思いますね。
私結構家族がよく手紙を書いてくれるんですね。例えば帰省して福岡帰って、福岡からまた東京に戻ってくる時に荷物の中に両親からの手紙が入ってたりとかで、家帰って気づくとか、あとはなんか誕生日にメッセージカードを送ってくれたりとかで、最近嬉しかったのはその誕生日に姉から、東京に住んでるんですけど東京に住んでる姉からメッセージカードが送られてきて、私の好きなキャラクターのカードに、そうですね、昨年一緒にちょっとだけお仕事を姉とさせてもらう機会があったんですけど、なんかその時嬉しかったっていうことだったり、なんか改めて日頃は話さないようなことをすごく伝えてくれて、なんかそれはすごく嬉しかったですね。姉とは喧嘩することも多かったので、こうやって手紙で書いてくれると、はい、嬉しくて大事に保管してます。もう本当にここ数年ずっと毎年続けて結局できないままでいる料理をちゃんと頑張りたいですね。毎年ちょっとずつアップデートはされてるんですよ。なんかちょっと鍋買ったとか料理本買ったとかちょっとずつ進歩はしてるんですけど、やっぱり日常的に料理をするっていう習慣がやっぱりまだないので、今年はやっぱり自分の体調面も考えて自分が食べたいものをこう作れるようになりたいと思います。今ちょっとパンと思い浮かんだのが、はい、皆さんまず作るのがニンニクマシマシのラーメンかなと思ったんですけどそうですね、とりあえずニンニクのチューブははい、それだけは確かに家の冷蔵庫にありますなのでニンニク料理から始めていきたいと思います。